ゆうかさんずるい。こんな素敵な旅館に家族だけで泊まりに行くなんて。うちも誘ってくれたっていいじゃない。ママ友でしょ、ずっともでしょ。あかねさん今日もお元気ですね。あの、確かに旅行には来てますけど、私旅館の写真なんて SNS にアップしてませんよね。どうしてそんなまるで見たかのように言うんですか。だってうちも今同じ旅館に泊まってるから。え、たまたま部屋が空いててよかったわ。え、今この旅館にいるんですか。そうよ。偶然じゃないですよね。今朝たまたま旅行バッグ持った優香さんたちを見かけたもんだから、楽しそうだなーって思っちゃって、旦那に急遽優香さんに旅行に行こうって誘われたから、車の後ろついて行ってってお願いしたの。あとをついてきたってことですか。見失わないようにするの大変だったのよ。ということで明日から一緒に観光しましょうね。今日のところはお互い宿でゆっくりするってことで夫にも話してあるから。いやいや、勝手についてきて何を言ってるんですか。ああ、もちろん観光にかかるお金はゆうかさん持ちでお願いね。なんでそうなるんですか。今月うちカツカツなのよ。こっち来るまでに高速代とかサービスエリアとかでお金使っちゃったし。遊ぶお金なんてないない、あるはずがない。じゃあどうしてついてきたりしたんです。だってだって、うちがお金なくてどこにも行けずに我慢してるのにさ、ゆうかさんたちが楽しそうな顔してるのが悪いんじゃん。うちは半年以上前から旅行の計画を立てて、夫婦で節約しながらお金を貯めたんです。あかねさんにとやかく言われる筋合いはありません。もう落ち着いてよ。別に全部おんぶに抱っこってつもりじゃないのよ。お金だってそのうち何らかの形で返すからさ。そう言ってあかねさん、いろんなママさんからお金借りてますよね。ちゃんと返してるんですか。もちろんよ。だって私のママ友グループにいるおかげでみんな平和に暮らすことができているのよ。つまり踏み倒してるんですね。それじゃあまるでみかじめ料じゃないですか。ふんふんふん。だからゆうかさんも私には逆らわない方がいいわよ。明日は一緒に回りましょうね。お断りします。あ、あなた何様のつもり。他のママさんは知りませんけど、私はあなたには屈しません。うちはうちで、予定通り家族だけで観光させてもらいます。あ、そう。ゆうかさん、はぶられてもいいんだ。あかねさんのグループにはぶられたって別に構いません。私のグループだけだと思ってるんだ。私がその気になれば、あなたが仲良くしているママ友全員にそっぽ向かせることだってできるのよ。それでもいいの。ご勝手にどうぞ。あっそ、後で泣きついてきても知らないからね。あかねさん、これどういうことですか。あら、おはよう、ゆうかさん。こんな晴れやかな朝にどうかしたの。なんであかねさんたちの宿泊料金をうちが支払うことになってるんですか。あ、気づいた。ゆうかさんは気がついてなかったみたいだけど、私たちあなたたち一家のすぐ後に旅館へ入ったのよ。前の家族と同じグループなんですけど、部屋ありますって聞いて部屋を取ってもらったんだけどね。その時にお支払いはどうされますかって聞かれたから、さっきの家族と同じでお願いしますって言っておいたの。よろぴくね。よろぴくねじゃないです。っていうか、人に押し付けるつもりでルームサービス頼みまくったでしょ。そうそう、美味しかったわ。たまたまいい伊勢海老が入ってたらしくてね。アワビのお作りと一緒にいただいたの。日本酒も最高だったわ。あなたっていう人は今どこにいるんですか。観光地？すぐに戻ってきてください。お金払ってください。交通費だけで旦那も私もすっからかんよ。ルームサービス代と宿代合わせて10万はそっちで払っといてね。ふざけないで。あなたが払うことになってるんだから、踏み倒したらゆうかさん捕まっちゃうよ。そしたら私が何もしなくてもママ友は全員いなくなっちゃうでしょうね。払いに来る気はないんですね。あるわけないでしょ、お金ないもの。じゃあ観光のお金はどうしてるんですか。それもうちにたかるつもりだったんでしょ。せっかく旅行に来たのに観光なしってわけにはいかないでしょ。ケチなゆうかさんのせいで自腹になっちゃったけど、そういえば、
今月息子の誕生日だったの思い出してね。うちの実家に行けば臨時収入がもらえるなーって思ったから、思い切って生活費を切り崩すことにしたの。私のお財布は痛まない。孫のためにご両親が渡してくれるお金を当てにしてるんですか？うちの子も楽しんでるからいいのよ。旅行の足でそのまま実家にも向かうつもり。ゆうかさんは宿代なんとかしてね。もう宿は出ましたよ。あら、とうとう観念したの？ありがとね。いいえ、別に。もうどうなっても知りませんからね。結構結構こけこっこ。ちょっと、ゆうかさん、一体どうなってるの？あら、あかねさん、こんな素敵な夜に一体どうしたんですか？やかましいですよ。どうもこうもない。今実家から家に帰ってきたら警察が家の前で待ち伏せしてるんだけど、ゆうかさん何やったのよ？通報しました。はぁ？正確には私じゃなくて旅館の人がですけどね。そりゃあれだけ堂々と宿泊費踏み倒したら通報されますよ。踏み倒してないし、ゆうかさんが払ってくれたんでしょ？払うわけないでしょ。なして？旅館から払えって言われたでしょ？そもそも私たちに何の確認もせず、あかねさんが言ったことを真に受けて勝手に同じグループだって決めつけたのは旅館の方ですもん。あの人たちは勝手についてきただけで、私たちは一切感知してないって話したら、あっちの方からこちらの早合点って申し訳ないって謝られました。だからってすぐ通報しなくても。旅館から電話入ってませんか？そういえば知らない電話から着信あった。それ請求の電話。ちゃんと出て払いますって言えば通報されなくて済んだのに。だってゆうかさんが取り立ての電話してきたんだと思ったから無視しちゃったんだもん。自分の電話番号だと私が出ないと思ってカモフラージュしたんだと思ったの。想像力たくましすぎ。わろた。警察こっち来た。ねえゆうかさん助けて。え、なんで私が？ママ友でしょ。私あなたにハブにするって脅されたんですけど。その話は水に流すから。いや、流すの私だし。っていうか流すつもりないし。そんなこと言わないで、こっちに来てあれは誤解だったって証言してよ。お互いの意思疎通がうまくいってなかっただけで、私は後であなたにお金渡すつもりだったってことにしてくれれば解決するから。そんな犯罪の片棒を担ぐわけにはいかないわね。私今忙しいんです。私の一大事より大切なことがあるの？この世のほとんどはあなたより大切ですけど、今は特に人を待たせているので。いやー、あかねさん、こんなちゃんとしたご両親に育てられたのに、どうしてそんなにモラルハザードしちゃったんですか？何をその実際見たかのような物言いは。私、ゆうかさん、今あなたの実家にいるの。エリーさんより怖いわ。なんで？どういうこと？私の実家なんて教えてないわよね。旅館との話し合いが終わった後、予定していた観光を楽しんでたんですけどね、うちの子がぐずり出したもんだから少し早めに家帰ろうかってことになって、そしたら実家にお金をたかる気満々で嬉しそうにしてるあかねさんを見かけたからついて行ったんです。見失わないようにするの大変でした。なんでそんなことするのよ。お前言う。まさかお母さんたちに変なこと言ってないでしょうね。これからです。やめてよ。今旦那から話してもらいました。怒ってる？怒り通り越して呆れてますね。昔から破天荒な娘ではあったけど、他人様には迷惑をかけないようにって口を酸っぱくしてきたのに、まさかママ友さんにお金をたかるような真似をしていたなんて情けない。その上孫のためのお金を旅費に当てようなんてもってのほか。二度と支援はしないですって。最悪。何してくれてんのよ。ゆうかさんのところと違ってうちは毎月カツカツで、親の援助なしに子育てとか無理なんだよ。ゆうかさんのせいでうちの子がひもじい思いしてもいいの？私のこと責める前にパチンコやめた方がよろしいのでは？え？みんな知ってますよ。あかねさんが子供預けてる時間にパチンコやってること。なんで？入るときは誰にも見られないように注意してるのに。足りなくなったお金、他のママさんに借りてるでしょう。あいつらが喋ったの？
返す返す言われ続けて踏み倒されたら、そりゃ不満もたまりますよ。あいつら、いや、怒る権利ないですよ。借りたもの返さない茜さんが 100% 悪い。そんなことより目の前の警察なんとかしたらいかがです。だから来てって言ってんでしょ。連行されちゃう。一回されればいいんじゃないですか。バカ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 。あれ、獄中から？お金払って許してもらったの。ああ、許してもらえたんですね。よかったですね。まあ最初から払えって話ですけど。迎えに来て。はい？旦那怒ってどっか行っちゃったの。もしかして旦那さん、今回のこと知らなかったんですか？そうに決まってるでしょ。ああ、だから連行されるまであんなに時間がかかったんですね。何も知らなかった旦那さんと警察が揉めたんでしょう。そうよ。あんたが来てくれさえすれば丸く収まったのに、全部バレちゃったの。離婚するって言われちゃったんだよ。お気持ちわかります。だったらすぐ迎えに来て。寒い、辛い、寂しい。いや、あなたのじゃなくて旦那さんの気持ちがって話。なんでよ。そんなに一人で帰るのが嫌なら親に頼めば。あんたが暴露したせいで着去されてんの。じゃあママ友は、あなたが普段みかじめ料を取って守ってあげてる人たちに守ってもらえば。全員連絡が取れないの。ああ、みんなあなたとの付き合いを見直したんだね。どういう意味よ。今日ママ友さんたちがこれまであなたに貸したお金をどうやって取り返そうかって話をしてたから、少なくとももうたかられる心配はないと思いますよって、今回の一部始終をお伝えしておいたんです。何やってんのよ。まあそれで全員から拒絶されるってことは、所詮はジャイアンよろしくのガキ大将だったってことですね。でも優香さんは返信くれたじゃん。私のことまだ見捨てでないってことだよね。やっぱり持つべきものはずっともだね。私はまさかあなたがあんだけやらかした後で連絡してくるほど面の皮が厚いと思ってなくて、ブロックし忘れてただけです。もうブロックします。なんでよ。本当に見捨てられて、両親からは感動同然、ママ友は誰も頼れない。もうどこにも私の居場所はないのよ。だったらもう一回逮捕してもらえばいいんじゃないですか。その後、茜さんは旦那さんから正式に離婚を言い渡され、親権も奪われ家を追い出されてしまったのだそうです。もちろん実家には入れてもらえなかったのだとか、家も家族も失って専業主婦だった彼女が今どこで何をやっているのかわかりませんけど、あのくれくれ根性のままではどこでもうまくはいかないでしょうね。